ホーム、栄駅は、兵庫県神戸市西区押しべ谷町栄あざ北満角にある、神戸電鉄青線の駅。駅番号は、キロバイト46。相対式2面2線のホームを持つ、紙幣駅。駅舎は、下りホーム側にあり、上りホームへは、青寄りの構内踏切で連絡している。1979年までは、駅舎はなかった。 沿線高ネットワークに接続された駅務遠隔システムが導入されており、センター駅から自動券売機、自動改札機、自動生産機、TV カメラ、インターホン、シャッターが遠隔操作される。そのため駅員巡回駅となっており、校内売店等も設けられていないが、駅南側の美容室で割引乗車券の委託販売を実施している。 乗り場番号は設定されていない。上下とも、毎時2本が発車する。以下に、発車する運転系統、停車駅、本数の一覧を示す。南側に、栄駅前、西側に、栄駅西の各停留所がある。1999年度の1日あたりの、平均乗降人員は2908人、2008年度の1日。 あたりの平均乗降人員は2032人。2019年の年間乗車人数は245000人である。ABCDFGHIJKLMN e、兵庫の鉄道全駅施設、公営鉄道神戸新聞総合出版センター、2012年12月10日、188ページ。 ISBN 9長7843億4300万67452019年度移動等円滑化取り組み報告書神戸電鉄2021年4月21日閲覧 AB 真央ケ介スケ監修日本鉄道旅行地図長九号関西に新庁舎2009年 P56 青線駅別乗降人員1日平均の推移 ありがとうございます。